ちょっと今話題になってるウーバーイーツストーカーの話があるんですけど、これ怖いね、本当にね。東京の町田あたりにいるみたいなんですけども、これこちらの方、ウーバーイーツを頼んだ女性が、まあ、被害に遭ったと。玄関前配達で、玄関前にですね、そのウーバーイーツで頼んだ料理が置いてなかったと。で、ちょっと玄関から少し離れた場所に置いてあったと。で、それを取りに行ったら、マンションだから階段のとこからチラッとね、ずっとこっちを見てたんだって。まだどういう女性なのかっていう顔を把握するために、まあ女性なんか男性なんか把握するために見てたと。で、ウーバーイーツの店員とメッセージができるんですけども、そのメッセージがこれ、到着しました、確認しました、受け取りましたけど何ですか、あそぼ、やばないこれ、めっちゃ怖めっちゃ怖くないですか。で、インターホンとか非通知の着信2回鳴らしてきたんだって。だからその警察呼ぶぞということで、まあ言ったら帰ったんですけど、なんとですね、次の日インターホンに白いペンキみたいなのをブワーって塗って、いや、 やばいでしょこれ。で、さらにはポスト、あのポストの中ってね、なんか確かね、トングかな、小さいトングかなんかをさ入れたらなんか中取れるんだって。だから怖いなと思って、あのダイヤル式のポストね、それでポストの中身をですね、なんか捨てられたんだって。やばくないこれ、半端ないよね。うわ、もう怖いなって思って、やっぱ変なやつ書かない方がええなっていう。で、しかもなんとこの人今特定されてて、8年前に強盗未遂で逮捕されてるんですよ、女子高生相手に。まあね、ウーバーイーツ気軽に誰でもできるっていうことでね、こういうトラブルがあるみたいなんですけども。で、ちなみにもう今突撃されてて、家に本人に直撃インタビューをした、まあ、動画があるみたいなので、ちょっとそれをね流したいと思います。なぜこのような遊ぼうと送ったのか、本人インタビューに答えたみたいなので流します。なんで、はい、あ、とりあえず遊ぼうっていうのを送ってましたし、それは認めましたよね。だってちょっといたずらしたかったっていうのは。いたずらしました。はいはいはい。でも、いや、短っ、いやいや、ちょっと短いな。うん、まあ短いけど、本人が言うにはいたずらで送りましたと。もうちょっと聞いてほしいけどね、いろいろね。思ったより短かった。これはなんか YouTuber の方が突しに行ったみたいですね。いたずらで送ったらしいです。ちょっと怖いね、いたずらにしてはね。いや、恐ろしいね。でね、これなんでね、今回僕がこれ取り上げたかっていうと、僕も実は同じように被害に遭ったことあるんですよ、気持ち悪いやつから、 Uber Eats ので。なんで今までそれが言えなかったかっていうと、2年前なんだけどね、俺も被害に遭ったの。言うと逆恨みで住所バレてるわけじゃないですか、こっちで。僕も引っ越したんですよ、その家に引っ越したから、やっと言えるなっていう。いや、実はね、まあ、僕お寿司が好きなんですよちょっと高めのね、お寿司をね、あのウーバーイーツで頼んでたんですよね、この時ね。はいまあ1人前7000円のを頼んでたんですよ。で、これ2つ頼んでた、まあ僕食いしん坊だから、こんだけじゃ足らないからね、8貫ぐらいじゃ足らんわっていうことで2人前頼んでたんですけども、当時ね言えなかったの、やっぱりこれね、配達地区とかがこう特定されるから、これ出しただけで言えなかったんだけど、なんとこれウーバーイーツね、届いたのがもう蓋開けてびっくり。これやばくない？これわかる？みんなどういうことか。穴子と巻物2個取られてんのよ。例えば入れ間違いかなって思うわけじゃん。2箱頼んだって言ったよね俺。2箱とも巻物2個穴子を食われてんので、しかもさらに箸がついてなかった。お箸2膳が明らかに食われてんので、しかもここね、俺結構ほぼほぼ1週間に3回ぐらい頼んでたの。こんなミス今まで1回もなかったんやけど、この日に限っては食われて、で、しかもなんか箱を開けた感じの痕跡みたいなのがあったよね。なんかちょっと高級な輪ゴムみたいなんで、これ木箱が縛られてんだけど、なんかいつもとなんか縛り方が違うみたいな、なんか違和感感じたよ。で、開けてみたら箸もついてないし、中も食われてたっていう。で、こいつね、食ったやつ、マーサシ、マジありえないでしょ。俺もうこいつ晒したくて仕方なかったんだよね、今まで。マーサシ、こいつに食われました、気をつけてください、こいつ普通に食ってくるんで。これちなみにめちゃくちゃ腹すかし、わかる？これ昼に頼んでるわけよ、昼に。これスクショしたのがさ14時が昼に頼んで、俺もうお腹ペコペコで寿司いっぱいもうもりもり食おうと思って待ってたのに、これやから俺全部捨てたやん。これだって気持ち悪いじゃん、普通になかなか全部捨てたやん、これ食わず一切200個分で。もうブチ切れて、でこの時ってまだウーバーイーツね、さっきのようにメッセージできなかったの、配達員と。でサポートセンターにメッセージ送って、まあ、これね2020年なの、もう2年前な、1万5000円分の商品ね注文してつまみ食いされたから全額
返金しろって言ったの、ムカついて。でそしたら500円クーポンだけ来たの。もうマジブチ切れてさ、一人で。もう顔真っ赤になって、もう腹も減ってるし、ね、つまみ食いされるし、で、俺ちなみにもうこれ以降ウーバーイーツ頼むやめたんだよ、気持ち悪くて。うん、もうブチ切れて、お前いい加減しろよと。うん、返金対応しろよと。で、お店にも電話したの。この寿司屋のお店にも。で、そしたら入れてますよと。ちゃんと入れてますと。うちはちゃんとやってますと。で、食い逃げしてると。つまみ食いされてます、それは。つって。まあ、これあの証拠の写真とか送ったの。ウーバーイーツに。で、これそしたら、3日後ぐらいに全額返金された。いや、でもさ、返金されたから怒りが収まるわけじゃないからね。今やっと俺の怒りが収まった、このまさしを晒すことによって、ほんまにこいつだけは一生許さないなと思って、ずーっとね iPhone のカメラフォルダ入れてたの、ずーっと2年越しにやっと晒したって。おほんまに、これ皆さんこれ気をつけてください、ほんまこれクソやから、ほんまごめんね、ちょっと言葉がきつくて。いやもうでも2年間の恨み今やっと晴らせたからね。でしかもこいつのせいで俺ウーバーイーツ恐怖症になったんだよ。どうしてくれんの、ウーバーイーツ頼めないんだから。え、しかもこの人バンにならなかった。あと皆さんね、これ、まあ、言うてね、ちょっと嫌味に聞こえるかもしれないですけど、まあまあいいとこに住んでたんですよ、僕。で、いいとこに住んでて、例えば7000円って結構高いじゃないですか、ウーバーイーツの中でも1人前。つまみ食いする人って、高いのをつまみ食いするんだって。で、これなんでかっていうと、まあ結局やっぱどうせバレるわけじゃないですか。で、バレてウーバーイーツバンになると。でも、ウーバーイーツできなくなっても、別になんか賠償金とか請求されるわけじゃないんだって。だから最後につまみ食いしてもうウーバーイーツやめようって思ってる人がいたとしたら、まあ大体高いものをつまみ食いするらしい、どうせならって聞いた。いやそう、これシステムがゴミなんだよ本当に、ウーバーイーツ。俺だからもう本当に嫌いやなって。まあ、めっちゃ便利なのは分かるんだけどさ、うん、ウーバーイーツでしか頼めんとこもあるし、まあもうでもほんまにゴミすぎたわこれに関しては。もう止まらん止まらん、もう愚痴が止まらん。まさし、もう本当にこの人には気をつけてください。今もやってんのかどうか知らんよ、分からんけど、本当にねこいつに関してはね、2年前にすぐに晒そうと思った。俺もツイートで投稿する寸前やったの。でも今投稿すると俺住所もバレてるし、こいつに晒し上げられるかもしれん逆にと思って、ずっと我慢しとった、ね、これはもう我慢が大事ってことですよ。まあなのでウーバーイーツ気をつけてください。今ねウーバーイーツじゃなくてもねあるからね、結構いろいろ言わんけども同じようなのが。ちょっとウーバーイーツはもう俺無理だな、やっぱり出前館とかなんかそういったところにしたいなと思う、ほんまにこいつら本当にっていうね。まあ僕の話でした。お寿司食われました。もうこれね泣きながらゴミ箱にバーン捨てたからな、うん、ウニとかプリプリでね食いたかったけども捨てたわ、もう全部。まさしとまさき、うん、もうちょ名前似とんのな、ほんでこれね、うん、まあ女性の方でも気をつけてください。なんかいたずらでねこういうことをするウーバーイーツ店員がいるみたいです、町田の方ね。はい、気をつけてください。